NHK とごちゃごちゃしています。ホリエモン応援する NHK 党。11億円の借金たまり返済を迫られている。立花やばいので若い女性を当主にして逃げようとしているかな。お前が詐欺だと偉い話。なんかこの数日のこういう印象操作によって、私やっぱりこういうお金をなんか守り取ろうとして偽ろうとしてて乗っ取ろうとしてて、黒川さんとなんかすごく共謀してるみたいな印象を与えていて、それを訂正できなかったんです。共謀してません。詐欺の動画を作られてます。詐欺ではないです。私は詐欺です。それは言葉尻がおかしいとか、自分が訂正したかったことを訂正できなかったじゃないですか。だから、どんな詐欺だと思うだけのことでね、別にそれが法律上の246条の刑事の詐欺かどうかはわからないですよ。いや、私ははっきりと詐欺ではないと思います。うん、だから、そのように思うのは僕全然いいと思いますよ。何度も同じ話をしてるよね。で、そういうゲームを作ったのは、少なくとも俺であり、黒川であり、大野さんだったから、みんな人はよく見るのが、いいのではないでしょうか。誰だろうな、名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけないその電話、聞いちゃいけないその話、電話いつでも留守番電話、必ず確認合言葉、お金は絶対渡さない、送らない。